今日はどうしよう。日曜だから羽学に行ってもな。とりあえず出かけよう。情報を得るには足を使えって昨夜ドラマでベテラン刑事さんが言ってたし。ときめきメモリアル、ガールズステーション、ゆうくん奮闘記、第3話、芝克美。さてと、公園に来たのはいいけど、お姉ちゃんが今までに会った人、芝さんとハリーさんか。ハリーさん、外国人、二人目？ん？なんだろう、すっごい喜んでる。何かのショーかしら。お母さん、僕も行ってみたい。わかってるのかしら。情報屋としての血が騒ぐぜ。行ってみよう。犬に囲まれてる人がいる。ワンニャンランドみたい。でもあのお兄ちゃん全然笑ってない。動けなくて困ってるのかな。でも困ってるのは飼い主さんもだよね。リード引っ張っても犬が全然動かないし。すみません、そろそろランニングに戻ります。もうお兄さんを困らせないの。ほら行くわよ。行っちゃえ。ごめんな、また今度。さっき一気に犬が動いた。どうなってんだハレ。昔寝る前に読んでもらった童話みたいだ。いいなあ、俺もああいうのしてみたい。そうだ、俺情報集めに来たんじゃん。あの人はきっと高校生だと思うんだよな。ああ、せめてどこの学校かだけでも聞いておけばよかった。いや、また来よっと。この辺りでよく走ってる人かもしれないし。うん。誰かその犬を捕まえてくれ。え？なんでこっちに来るの。無理だよ、あんな大きいの止められないよ。どうしよう。もうダメだ。あれ、何も来ない。なんで。大丈夫か。さっきのお兄ちゃんだ。ここまで戻ってくるなんてすっげえ足速い。どうした？ああ、うん、なんでもない。ありがとう。ああ。犬、おとなしくなったね。さっきも犬に囲まれてたけどさ、昔からこんな感じ？まあな。いいなあ。ねえねえ、どうしたらそんな風になれる？方法があったとしても、進めない。どうして？意図しない生き物も寄ってくる。例えば？動物園から逃げたニシキヘビ。ヘビ？たまたま見つけたとかじゃなくて？家の前で立ってたら寄ってきた。たまたまといえばたまたまだな。そうかな。あとはハト。ガキの頃幼馴染のやつと一緒に餌まいてひどい目に。いや参った。悪いね、捕まえてもらっちゃって。何を見つけたんだか急に駆け出すもんだから転んじまって。いえ、ひょっとしてお兄ちゃんを見つけてそれで走り出した。でその中間にいた俺に気がつかなかったとか。今もずっとお兄ちゃんのこと見てるもん。犬絶対そうだ。今度は何があっても手離さないようにしなきゃな。何さん。芝です。芝さん。おう。ってことはひょっとして芝さんね。本当助かったよ、ありがとう。さて行くぞポチ。ねえ芝さん、ハリーさんって知ってる？ハリアのことか。
それなら同じ学校だ。やったビンゴ、俺って天才っていうか、本当はハリアさんって言うんだ。てっきりクリス君の仲間だと思ってた。でもまあとにかくこの勢いでハリーさん情報もゲットだ。そんなに嬉しいか？うん、だってこんなところでハリーさんのこと聞けるなんて思ってなかったし。そうか。ねえ、どこに行けば会えるかな。そこまではわからない。ライブハウスあたりでビラを配るって言ってたな。そういえば。本当？わあ、俺って超ついてる。行ってみる。島さん、いろいろありがとう。じゃあね。ああ、小学生のファンもいるのか。すごいな、ハリア。千葉克美さん、足が速くてびっくりした。怖そうっていう人もいるけど、俺は動物好きと見たね。それから背がすごく高い。ちょっと目つきが怖い。これでよし。次は羽ばたき駅終点です。お忘れ物にご注意ください。ハリーさんか、会うの楽しみ。続く。